スノーマンの佐久間大介が9月22日、TBS 系バラエティ番組、それスノーマンにやらせてください。毎週金曜夜8時から、に出演。同番組が生前最後のテレビ出演となったダンスプロデューサー、夏真由美さんの番組出演時の映像に涙を流す場面があった。佐久間大介、夏真由美さんの最後のテレビ出演映像に涙この日の番組では、未公開 SP を放送。6月21日に癌のため亡くなった夏さんが生前最後のテレビ出演となったダンス企画を振り返った。夏さんは4月28日に放送された第2弾のダンス企画に審査員を務めており、それが最後のテレビ出演だったという。その際に夏さんが、一人一人のショーマンシップ、それからみんなで作り上げるこの空気感というのはさすがにプロだなという感じを受けました。素晴らしい作品を見せてくれてありがとうございます。と評価したスノーマンのダンスを、この日は夏さんのリアクションをフルで入れた特別バージョンとしてオンエア。時に笑いながら、自身も体を動かしながら真剣な表情でダンスに見入る夏さんの様子をスノーマンのメンバーも、笑ってくださってるの嬉しいね。などと話しながら見つめ、佐久間は静かに涙を流していた。岩本明、夏真由美さんに尊敬と感謝、伝説の方、映像を見終わると、岩本明は、自分たちが知らない世界のダンスの歴史とか基盤を一線で作られてきた伝説の方に自分たちのパフォーマンスをこの距離で見ていただいた。そういう機会があったっていうだけで本当にありがたいことだなって感じましたね、と夏さんに感謝。メンバーもうなずきながらそれに共感した。